この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。今日はですね、シビックさんの回転落ちと向き合ってシフト練習をします。後確認、前方確認、左右全部よし、最後まずですね、シビックさんの特有の回転落ちを皆さんにお見せいたします。さあ行きます、レッツラゴー。お分かりいただけただろうかこれがね、私にとって回転落ちがちょっと悪いなって感じるところなんですよ。今ねスタートして、この低速でも分かると思うんですよ。こうじゃないですか。でちょっと今2速にして、でこっからクラッチ踏みますよ。これ緩やかに落ちていく、プラス残るんですよね。いわゆる回転数の維持が長い、これがですね、私にとって違和感タラタラっていう感じだったんですよ。で残念ながら HKS フラッシュエディターを入れたとしても、この回転落ちは純正と同じ比率みたいな感じなんですよね。でただ走ってみて気づいたのが、なんか回転落ちがさらになんか遅くなったのかなとかっていう感覚もあったりとかするんですよね。で途中途中低速で走ってる時かな、1500回転ぐらい、1500以下かな、これでなんかクラッチを踏んだりとかすると、なんか永遠ねそこで維持しちゃってるっていうのも見かけたりとかしたんですよ。だそういった特性も踏まえて練習しなきゃなと思っております。いやーなかなかね慣れないですね。もう2週間ぐらい経つんですよね、フラッシュエディター出てから。でもねやっぱりこの回転落ちはまだまだ慣れないなっていう感じがするんですよ。よし練習するぞ。まずはね、自分のいつもの走りはこんな感じです。ちょっとシフトショックしちゃった。これでもね、で今低速で走っていますので、低速ギアチェンジ、こんな感じなんですよ。どうすか、 なんかツッコミどころありそうですか。自分じゃね気づかないんですよね。ずっとこのなんだろう、シフトチェンジで何十年もやっていましたから染みついちゃってんだよね。こう、ああこれ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 、 今分かりました。いきますよ。あのちょっとねクラッチ踏まないでアクセルオフだけ、ああ信号赤になっちゃった。クラッチ踏んでない状態でアクセルオフすると、なんかねガックンっていうタイミングが遅いんですよ。だからこれも多分このコンピューターの中で設定というかね、セッティングされちゃっているのかなっていうのが私の中では思うんですがね。いやなかなかね難しいっていうかね、いや逆に言うとね面白いんですよ。なんだろう、この自分のシフトチェンジのできなさ加減にね面白さを感じてしまいますね。めっちゃ楽しいわこれ。今まで私の普通のギアチェンジです。こんな感じで、さっき言っていたクラッチを踏まずにアクセルオフ、ほら上がったでしょ今一瞬。なんだろうな、なんかねコメントいただいた中では、お前多分グリッピングシフトがもう染みついちゃって人間グリッピングシフトになっちゃってんじゃないのってね言ってくれたんですけど、いや考えてみればもしかしたらそうかもしれないな。まあなんかカッコつけてるとかそういうわけじゃないんですけど、もう一回いきますよ。ほら若干ですけど落ちが遅いんですよ。こっからこれいけるね。2速で全開でアクセルだけ離す。ほら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 。ちょっと上がったでしょ。これがなんかね不思議だなっていう感じ。だから私がいつも通りシフトチェンジするとブオーンって上がるんですよって、まあ、以前の動画とかでも言っているんですけども、まさにこれの症状が出ているからブオーンっていっちゃうのかな。だからアクセルを離すタイミングと
クラッチを切るタイミングがずれてるっていうのも確かに否めないことはあるんですが、まあ、それに拍車かけてブオーンっていっちゃってる今日この頃なのかなと思いつつ、多いお茶はあるんだけど、なんかここのなんか、あ、やべ、来ます、もう一回行くよ、やっぱり回転が維持するというよりか少し上がって維持して落ちていくっていう特性なのかもしれません。よってそれに合わせなきゃいけないよな。そうだよね、わしぜ、わしずもびっくりのシフトチェンジなんですけど、今の私のシフトチェンジってどう思います？普通だったらいいよな。これがね、また違う違う違う、そうじゃそうじゃないなんつって言われちゃったらどうしようかなとは思いますが、まあでもね、言われたら言われたでまた勉強すればいいと思いますからね。黙れ小アッパ。こういう特性を生かすということを考えますと、昔の車だったらわかると思うんですが、滑り出しというか走り出しでシフトチェンジするじゃないですか。その時にブーンって言ってクラッチ踏んだ時に一回ポーンってアクセル踏むんですよね。それで回転を維持させてシフトチェンジするっていう方法があったんですが、それが全くいらなくなるっていうメリットも確かにあるんですよ。これね、コメントでもいただいたのかな、まさにおっしゃる通りだなとは思いました。なので基本的には私はポーンっていうことはやっていないんですよね。それでも全然シフトチェンジはできるのでいいかなっていう感じ。さあ低速し、うわー、シフトショック、うわーショック、うわ、またシフトショックしちゃったよフグテくん。さあモノマネで挽回するよ、行くぜ。さあ今3速に入れている今日このごろだぐい、ここで4速、おお、スムーズにいった。まあ、低速だったらそんなに意識しなくてもガックンガックンなったりとか違和感はないんですが、いや残念ながらちょっと高回転回した時のブルーンっていうのはまだまだ拭いきれない今日この頃。いやーつって止まる。あー、ここは維持したな。特にな、渋滞にはまってる時なかなかアイドリング状態に戻らないっていうのもありますからね。これはなんだろうな、わからないわ。もういいだろ今日一行っちまえ。うお、今すっごい上がった。こういう特性もあんのか。これ左曲がんなきゃいけない、こうでしょ、左方向。ああ、ここは大丈夫だね。さあちょっと信号曲がってからまた、およそ300m 先、八幡町右方向です。ブーンって、だからブーンって上がるから上がった時にすっごい微妙なタイミングだな、シフトチェンジ。いきます、こっか、これだ、この感じ。今のはね、良かった、スムーズに4速に上げることができました。よいしょ。でもな、何かが違う今日この頃。さあ2速発進、よいしょ、おお、いい感じで渋滞。やっぱ維持するね。さあ止まる、い止まるんるん。さあ渋滞のお時間でございます。ちょっとねこの先渋滞が続きそうな勢いなので、もう一つねコメントいただいたことがあって、それもやってみようかなとは思うんですけど、まあちょっとお待ちくださいねよいしょ、スタート。ここもね、一速もね結構なんか回転落ちが悪いのか、そのねメリットがね一つあるんですよ。なんだろうな、特にこういう渋滞にはまってる時なんですけど、あのね、アクセル離すじゃないですか。で回転落ちが遅いからね、急にガッコンガッコンならなくていいんですよね。これがいいなと思います。 こんな感じ、いきますよ、一速でブーンっていくじゃないですか。あーで、あーちょっと渋滞だーっつって、ね、残るんでね、これちょっと若干スムーズになって落ちていくので、なかなかね面白いですよ。
まあ、これもね、あの回転落ちのなんだろう、悪さっつったらおかしいんですけど、シビックさんの特性を生かすのであれば、なんか一速でブーンって走っていて、あ、減速しなきゃなと思った時にクラッチをね、そんなにね早く踏まなくていいっていうのがあってね、あ、これは楽だなとは確かに思いました。まあ、その後だよね、シフトチェンジなんだよな、特にシフトアップ、これが結構難しい、非常に難しい。そしてなぜか腰が痛い。行くぞ。おっと、ちょっとブブーンってやりすぎた。あー、これ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 、分かりました。今すっごいアイドリングに持っていくまで時間がかかったじゃないですか。これは大丈夫だね。上がって上げるじゃないですか。上げてすぐ閉じる。あー、違うな、もっと維持しちゃうんですよね。そういうのもあったりとかして、すごく面白いなっていう感じもします。さあ、二速維持でアクセルをここからオフにします。こうすると急にゴーンと落ちるわけではないからね、こう緩やか緩やかに減速していくのがいいね。だから、これある意味なんかガッコンガッコンしなくていいなっていう感じ。ほら、すっごい維持してるでしょ。なんかね、なんかオートマのクリープ現象みたいな感じ、面白いね。減速クリープ現象みたいな感じでスーっていくんですよ。だから HKS フラッシュエディターの面白いところは、スーって加速していくのと同時にですね、スーって減速していくっていうのが、あー、面白いなっていう感じがしますよ。もうなんだろうね、いろいろと新しいものを入れますと、それに生かした走り、まあいろいろなね、新鮮なものが感じるとは思うんですけども、それを楽しむっていうのが一番いいですね。違和感タラタラだから、なんだよふざけんなよって思うよりかは、逆転の発想なんですけども、いや楽しいな、これかっつって、じゃあどん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 この特性に合わせて頑張っていこうぜみたいなね、まさに私が今そういう状況でございます。さあね、結構渋滞が激しゅうございますけども、この渋滞がいつまで続くやらという感じですね。まあ、おそらく私の3速さあ、ここから、あー、シフトショックするな。難しい、難しいけど面白い。もうちょい早くしてみますか、シフトチェンジ。よし、やるぞやるぞって言ったそばからね、なかなかね上げられない今日この子お、上げられるか、よし、ここだ。うわ、かっこんでってでもね、こっちの方が まだマシかもしれないね。ただこれずっとやっていたら、ちょっとクラッチやらギアを痛めちゃう可能性もあるからね。まあ、確かに峠とか少しワインディングを楽しむときは、今みたいな高速シフトチェンジがいいかもしれませんね。だ、街乗りの場合はね、もう少しね、個人的にはゆっくりのんびりとシフトチェンジしたいなと思ってるんで、そこに合わせなきゃいけないな。でもちょっともう少し高速のシフトチェンジやってみようかな。おお、こっちが真っ暗、やば、こっち全然映ってねえわ。最高、ここかな、いやー微妙、こっか、おー、でこれで行って高速、高速もねまだまだ遅い方だな。本当に全部が同じタイミングでやるみたいな感じなんですよね。こんな感じなんだ。今のは良かったな。しかも全部ねクラッチ奥まで踏んでない状態ですね。でシフトダウン、グリッピングじゃなくてシール&トゥー、あ、やべ、カメラが。減速は全然大丈夫なんですよ。問題は、何度も言って申し訳ないです、分かっとるわ、シフトアップなんですよね。よっしゃ、3速から来たー、2000超えると来る。ほら、力まずにシビックさんの気持ちになってスマートにギアチェンジをしていきたい。よいしょ、
なるほどね。ダーッと加速した時は今みたいな素早いシフトチェンジが有効なのかもしれないな。だから場のシチュエーションに合わせてシフトチェンジをした方がいいのかもしれないですね。待って、今ねすごいの発見したかもしれない。なんだろう今のすごい安定した。あのね、なんだろう、ちょっともう一回やってみよう。こうじゃないですか。で、おっと、おおおおお、あ、やばい、見つけたかも。見つけちゃったよ。え、これいいんじゃないの、このシフトチェンジの仕方。押すってスーっていく。何をしたかっていうと、あのわざとですけども、クラッチを踏むタイミングを遅らせたんですよ。アクセルオフにして、本当にコマ何秒なんですけど、ワンテンポを遅らせてクラッチを踏む。ブーンってやってアクセルオフで少し遅らせてクラッチを踏むみたいなタイミングでやってみたんですけど、これがね、ひょっとしたら結構つぼったかもしれないよ。わしぜ、ゆっくり行きます。行きますよ。こうじゃないですか。でアクセルをオフにして、極端に言うとクラッチのこんな感じ、こんな感じ。うわ、これなんかすげえスーって引く。なんだろう、すごい不思議。これをどんどん応用してもっとスマートにやっていけば、ひょっとしたらうまくいくのかもしれない。だ多分ね、私のあのシフト操作っていうのがね、ひょっとしたらこのギアチェンジするタイミングがこうじゃないですか。1、2、あーでもそんなに早いかなと思ったんですけど、そんなに早くないですね。ブン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 っていう感じになるから、こっちの足の方が全然真っ暗だもん。あ、今は普通にやっちゃったの。こう、うわ、少し遅らせたらだいぶ安定しましたわ。やったぜ、これ見つけたかもしれないよ。ということで、途中なかなかいいかもしれない。でこれね、ずっと左車線走ってると確か路中ばっかりなんだよな。でもこういう時は高速シフト、こんな感じか。ああ、こういうのは安定しますね。はい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 、なんとなくですけど、なんとなくですけど分かってきた。こうか、この野郎、こうか、この野郎。私の場合はですね、さっきのアクセルオフにして、わざとクラッチを踏むのを若干遅らせて、クラッチを踏んでギアチェンジをする。これが安定するのかもしれない。で誰もいない時はガーって伸ばして高速ギアチェンジ。あとは回転数だよな。これね、あの推奨値があるんですよ。このメーターのところ見ていただきますと、アップダウンっていう表示があると思うんですよ。でこれがね、アップとかダウンの時に光るんですよね、こういうふうに。でこう光ったらギアチェンジしてくださいよみたいな、そういう道しるべみたいな感じなんですけど、これねだいぶ速いんですよ。2000回転以内でほらね、こう出たりとかするでしょ。だこれがあのすっごい安全運転でギアチェンジしてくださいねみたいな、これでやると確かになんか回転落ちとかシフトショックとかは気にしないでいいんですが、いかんせんね、すっごい速度が鈍くなるので、これはちょっとなっていうのは正直ありました。よって私の場合、多分ギアチェンジするタイミングって2500回転前後だと思うんだよな。多分ね、音的に25ぐらいなんだよな。ここ 3近いか、3以上でギアチェンジしてもいいのかな。
あんまりターボ効かせない状態でも。ああ。あ、これは安定する。なるほどね。ちょっと燃費には優しくない運転にはなっちゃうかもしれないんですが、ひょっとしたら3000回転ぐらいでシフトチェンジするとスムーズにできるのかもしれないですね。もう一回やってみようか、ね、シフトアップしろって言ってるでしょ。これがシフトダウン、グリッピングシフトダウンってやつです。これがブリッピングシフトダウンと言われているやつですよ。これなかなかね、かっこいいですよね。さあ、こっからだ。で、多分低速だからこの場合はアクセルオフをじゃなくてクラッチを踏むのを遅らせてやるって。で、2速に下げてこっから3000。ああ、いいんじゃないかな。多分ね、多分いい感じで、これね、ちょっと右に曲がっとこう。さあ行くぞ、ここだ。あー、そっか、3000にたどり着かなかったらクラッチをわざと遅めにしてシフトチェンジをするっていうことを心がければいいのかもしれないですね。わし、ぜさあどうなる。お分かりいただけたでしょうか。これが1ケースフラッシュでエディターを入れている状態でのこのシビックさんの回転数の、まあ、なんだろう針です。なかなかね、うまいこと言えなくて申し訳ない。ただもう本当必死こいて練習だね。だ、今までの普通のシフト操作と比べると、まあ、少し違和感はありますけども、ただシビックさん的には、おお、なんかちょっとスムーズになったんじゃないの、学校のあんまりしないんじゃないかよって、ちょっとお褒めの言葉をいただいているような雰囲気がございますよ。ここだ、うーんっていくね。おお、やっぱりいいね。スーッて加速していく。だから前の車にすぐ追いついちゃうんでしょうね。追いついちゃうんでしょうね、すいません。ぬくぬく信号が動かないよ。もういいだろ今日一が見出した。これだな、これだ。あれ違った、こうじゃん、これか。で、こうか。おお、なかなか、なかなかいいかも。だな、なんかやっぱシートポジション悪いのかな、どうしてもね、腰が浮くんですよ。ただね、腰が浮くって言っても、ね、C ポジションもっと前に出した方がいいんじゃねえのって思うじゃないですか。前に出したら今度ね、この膝がすごくなんか圧迫感を感じてしまって、いやーっていう感じなんですよ。なのでちょっとね、こればっかりは何とも言えない今日この頃なんですよね。いろいろ試しましたよ、シートの方も。ただね、ちょっとね、ベストポジションが取れないっていうのは非常に厳しい。多分ね、レカロのシートレールのせいって言ったらおかしいんですけど、もう半分ですよ、もう半分だけ前に出てくれたら最高だなっていう、その半分のノッチがないっていうのが、ね、ちょっと今の状況でございます。あー、ゴミ袋。さあ、ここでこうだ、ワンテンポ遅らせる。あー、いいかも。今2000ちょいでしょ、ここでこんな感じ。おお、で、これはこっち。よし、なかなか。マニュアル車の一番難しいのってね、一速発進なんですよ。一速から二速に上げるシフトチェンジが個人的には一番難しいと思ってます。一速っていうのが一番パワーが出るんですよね。低速でパワーが出るって言った方がいいんですけど、そこから無理やりですよ、ほとんど無理やり2速に上げて次のスピードレンジに乗っけていかなきゃいけないんですが、そのタイミングがね、めっちゃ難しいんですよね。こんな感じですよ、1速でよーし行くぞーっつってね、ガーって踏み込むじゃないですか。踏み
こうな時にもう回転も一気にドワーンって上がっていってブーンっていくんでね、これがね結構難しいところでもあります。ほらアクセルオフだけでも回転が上がる、不思議だな。あの高速ギアチェンジで行こうか。行くぜ、ゴー。あ、ダメだ、遅いわ全然ダメださあということで、私のですねシフトチェンジなんですけど、まだまだ改善の余地があるとは思います。よってこれからもっともっと練習してシビックさんに合ったマニュアル運転の仕方をしていきたい。マニュアル限定頑張るよ。 HKS フラッシュエディターのイーコーモードを試してくださいというねコメントをいただきました、ありがとうございます。じゃあ早速ですね、ここからイーコーモードでやっていきたいと思います。いくぞ、イーコーオン。さあどうなる。私もねやったことがないんで初めてなんですよ。今の感じは今のところは全然普通。おっていうのもおかしいな。ん、なんかねスーっていくぞ。多分加速感はないとは思うんですけど、こういうところだな。おでもね確かにね重たるさはあるわ。重たるさはある。ここだなあのねもうこういうところでわかるわ、重たるい慣れちゃうとねどうしてもだけど、ただこういう渋滞にはまってる時はいいかもしれない。スーっていきますよ。なんだろう、イメージ的にですね、ターボがない HK フスフラッシュエディターを入れてるような感じ。あーでもスーっていきますね。本当にあのブーストがかからない HKS フラッシュエディターのセッティングみたいな、そんな感じがするよ。なのでひょっとしたらこういう低速地ですとか渋滞にはまってる時はイーコーモード有効活用できるかもしれないな。すごいスーっていくわ。減速なんか閉じて変わんないしね。ああこれもしかしたらいいかもしれない。ちょうどこっから出発になるからね。出だしとかどうなんだろう。本当に出だし、ブースト圧がかかる前の出だしとかも気になりますよね。一速、おーおー、出だしいいわ、変わってるかも。スッていった。おーブーストかかるな、微妙だけど。なんかね、前の車に追いつくよ。え、これイーコンありなんじゃないですか、もしかしたら。ほんとなんかスーっていくよ。おー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 、レスポンスがいいね、やっぱり。さすがフラッシュエディターの電車合わせといったところかもしれない。あ、本当にアクセルレスポンスが良くなってるので、いやめちゃくちゃいいかもしれないな。いやフラッシュエディターのいいところたくさんありますよ。だ、なんだろう、簡単にイメージ表現するとすればですね、なんかもうパソコンで言ったら昔のなんか重ったるい Windows2000 とか XP 搭載のパソコンからですね、 Windows11 今のパソコンですね、あれにチェンジして CPU も変わったから重たるさがなくなって軽くなったよみたいな、ほんとそういうイメージだわ。ほんとスーっていく、何にも違和感ないわ。だこういうちょっと詰まっているところでゆったりと走るときはイーコンでも十分に活用できるかもしれませんよ。っていうかできますわ。黙れコアッパー、わっとるわ。おいお前ら、これはどういう状況だ、知らんがな。はい、ということでですね、最高に面白いシフトチェンジの練習でございます。いやまだまだね練習、そして向上の余地はたくさんあると思うので、またいろいろ模索しながらねやっていきたいと思いますし、あとねやっぱり近々峠道走ってみたいな。まだねちょっと予定がいろいろ詰まっていて、嬉しいことに予定が詰まっていて峠の方行くことができていないんですけども、
ぜひぜひね、峠でも堪能してみたいと思います。なんかね、一回ガス欠になるまで箱根とかバンバン走ってみたいななんて思っております。一回やってみようかな。 どう思います?なんかね、ガス欠になるまで箱根の峠道を楽しんでみたなんてね、いう動画もあったら面白そうだなって勝手ながら思ってるんですけどね。あと例えばリクエストも随時募集しているんですけど、こういうことやってほしいとかね、あればもう全然言っていただければ嬉しいななんて思います。ということでね、一緒にこのチャンネルを盛り上げていきましょうっていうことで、これにて終了とさせていただきます。なんか締めの悪い締めで申し訳ございませんが、本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございます。こんなねダラ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 した人間でございますが、よろしければチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。今日は珍しい4画面でございます。ちなみにカメラセットするまでに1時間半かかりました。